養老の滝株式会社は日本の居酒屋を運営する外食事業者、業界大手。東京本社は東京都豊島区西池袋1の10の15。1938年に創始者の木下東吉郎が長野県松本市で創業した。1951年に株式会社富士養老の滝として設立し、1956年12月に 神奈川県横浜市で養老の滝第1号店を開店し、同時に本社も横浜へ移転した。現在の養老の滝株式会社は、1961年6月に養老商事株式会社として設立された法人で、社名は岐阜県養老郡養老町の養老の滝による、滝にちなむ親高校の言い伝えから、店舗は直営店舗の他に、 1966年4月から始めたグループ内でファミリーチェーンと称するフランチャイズ店舗が多い。プライベートブランドのヨーロービールは札幌ビールの OEM で札幌製ビールクロラベルと同一品である。生ビールも札幌ビール製のものが提供されている。2020年9月現在、富山県、福井県、岐阜県、奈良県、和歌山県、兵庫県、 鳥取県、徳島県、香川県、九州地方は店舗がない。未出店地域の内香川県はかつて店舗が存在したが、県下一円で展開していたフランチャイジーの大丸食品が2003年2月に倒産して全店舗を閉鎖した。その後、このフランチャイジーが経営していた店舗の内屋島店のみ2004年8月に直営店として、 営業再開したが2006年に閉店した。富山県、福井県、奈良県、鳥取県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県もかつて店舗があったが消滅している。大分県の高城店は九州地方唯一の店舗であったが2019年頃に閉店し九州から撤退した。1977年からは 居酒屋の業務の難しい昼間の時間帯を中心に牛丼を提供して養老牛丼として親しまれ80年代初頭は吉野屋に並ぶ牛丼店であった当時価格が吉野屋の300円に対し200円と安かったが夜は居酒屋となることまた居酒屋の仕込みの時間を取るために夕方前早くに閉まるためなかなか食べに行けないといった声があった店によっては 注文を受けてから具材を煮込んで作るなど、他のファーストフードチェーンとは若干重む気が異なっていた。その後2000年代の牛丼業界の価格競争開始に伴い、本業の居酒屋を中心に営業する方針となり、牛丼を廃止。その後、2016年11月15日から17日にかけて、チェーン化60周年記念キャンペーンとして1日100食限定で牛丼を販売。 価格は牛丼営業開始当時の価格設定である200円であり、各美商号からの販売であった。初日は5分で完売、2日目は朝から並んでも買えないほどの盛況だったという。2017年11月に牛丼がメニューに正式復活した。養老の滝高佐護駅に支店。ありがとうございます。